国内外からの投資を呼び込み経済成長につなげようと国が進める施策、金融資産運用特区の対象地域に福岡県が選ばれました。今日夕方、金融庁で開かれた諮問会議で金融資産運用特区に選ばれたのは福岡県と福岡市を含む全国で4つのエリアです。この特区は海外の投資機関などから資金を取り込み成長分野に供給される環境の実現などを目指すもので、投資家の出資制限を緩和するなどといった内容が含まれています。選定では産学官の推進体制やビジネス環境が整っていることなどが評価されました。服部知事は福岡市と力を合わせ国際金融機能の誘致をさらに進め、世界から選ばれる福岡を実現していくとコメントをしています。